いいね、雰囲気最高。うわ、めっちゃいい。ねずっとまめちゃんです。今日はハリーポッターエリアオープン10周年イベント開始後の夏のユニバの混雑状況を見に行きます。イエーイ、ね、めっちゃ長あとちなみにこのミキーミーではこれからもユニバの混雑状況をお出かけするので、チャンネルの評価コメントお願いします。で、まあ、7月15日からハリーポッターエリアの10周年のねイベントがね始まったんですよね。で、果たしてそのね影響があるかどうかもですね、ちょっとね見に行こうかなと思ってます。で、今日ねまめちゃんのコーデなんですけども、いつもねこのミニ TV の混雑状況の動画で皆さんにまめちゃんにどんなコーデしてほしいかね聞いてるんですよね。で、やっぱサメ人間コーデしてくださいって聞いてたんで、ただしねこのねサメ人間のカチューシャにごめんなさい、まあ、そのジョーズの服を着たまあ、ジョージサミ人間コーデのファミちゃんがね皆さんにねパークの様子をねお願いします。じゃあ早速やってきましょう。で、ここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、気温的にはですねもうすっかり真夏やからめっちゃ暑いっす。で、俺さサブチャンネルでゆるっとマメちゃんですってやってるけどさ、まあ、そこで俺宮崎県行ってきたんですよね。で、その時に思ったのは、まあ、宮崎ももちろん暑いのは暑いんですけども、なんか大阪の方がねやっぱ蒸し暑いんですよ。だからどっちかって言ったら、まあ、刺さるような暑さって感じがするんですよね。だからこれからですね、まあ、大阪観光でね、夏楽しむ方はですねマジ暑さ対策は徹底してください。で、今日のねユニバの各種チケットの販売状況なんですけども、まあ、年パスとかあったらねスタジオパスに関してはですね当日券余裕でね買うことができるわ。で、その他のチケットだけどさ、このエクスプレスパスに関したら今日はもう全部ソールドアウト。いやー人気やなー。で、まあ、その影響とかもあんのかな、チケットブースに関したら全然人が並んでないからすぐにね買うことができるわ。で、今からね早速パークの中に入るけど、まあ、入場ゲートは全然人並んでないからすぐに入れそうやな。で、ユニバにはねもう一瞬でね入ることできましたわ。うん、あ、で今日あれなんかワンピースのプレショーはやってない日やわ。で、今日のエントランスの様子やけどさ、うわすごいなー、ここのエントランスからもう大にぎわい。うわー今日一応平日やで、平日でもこんなに人が多いねんな、めっちゃびっくりしてます今。うん、いやそれこそさ、エントランスの右側にあるマリオカートのポップコーンバケツカートもですね列すごいわ。これやったら5分10分ぐらいかかるで買うまでに。いやけどさ、ヒロアカのフードカードに関したらそこまで並んでないから、まあ、5分以内で買えるかな、ここは。で、年パスセンター前にあるスーパースターのポップコーンバケツカードに関したらちょっとこれ、ね、隠れた場所にあるからねすぐにね買うことできるわ。ここめっちゃ穴場スポットっすわ。で、今日ねちょっとね入れないですけども、まあ、スーパーニンテンドーワールドの中にあるですねピットストップポップコーンって言ってマリオ系のねポップコーン商品が売ってるねスナックスタンドがあるんですけども、もちろんそこでねマリオ系のねポップコーンバケツ買うことができるけど、めっちゃ列並ぶんすよ。うん、でもエントランスをね、まあ、ポップコーンバケツ買うとですねめっちゃ空いてるから、マジでポップコーンバケツだけ欲しい方ですねエントランスで買うのがめっちゃおすすめ。で、ビバリーヒルズブランジェリーもですねこの朝の時点で、中まで列できてるわ。で、ここやけどさ、もう最近11時過ぎて、まあ、夕方ぐらいまではもう外までびっしり列並ぶんすよ。で、鬼滅の刃 XR ライドができる予定の前の様子なんですけどもなんか回りくどいなまあここはですね、まあ、明後日からですね、まあ、鬼滅イベントが始まるから、まあ、それが始まったらまたここの混雑もね変わる可能性があるよね。もうすでにね門がねできてるわ。いやー楽しみやな今年の鬼滅も。けどこれさ、前の無限列車の時と同じようなもんやないや、まあとりあえず内容は絶対違うからめっちゃ楽しみやわ。で、コナン君のアトラクションの待ち時間はこんな感じです。やっぱさすがのコナン君、やっぱもう人気やね。で、このねコナンのアトラクションに関してはですね、まあ、室内型のアトラクションなんですよ。
だから、ね、夏場は超涼しいからめっちゃおすすめ、うん、で別に、ね、涼しいからって言っておすすめじゃなくて、別に内容もねすごい素晴らしい内容のアトラクションだから、ぜひねこの夏体験してほしいっすわ。で今日のね、まあ、ニューヨークエリアの様子なんですけども、まあここに関してもですね、まあ何のアトラクションもないからやっぱ空いてるよねでちょっとあることに気づいちゃったってか、今日はこれ見て、パレスシアターの右側にねでかい囲いができてるわ。でおそらくこれね、ハロウィンシーズンになったらバイオハザードのアトラクションになるから、それ関連かな。で今日のですね、こちらのユニバーサルマーケットといってラグーン沿いにあるフードカート密集地帯の様子やけどさ、ここに関してはですね、基本的にねすぐに商品買える時が多いんですけども、まあ、ギャラドススムージーはですね、列並ぶ可能性があるんでね、注意してください。あと、ルイズニュークピッツバーラーにある31アイスクリーム売ってる場所もですね、やっぱ夏になってからね、ちょくちょく列並んでるわ。まだね、この時間帯からまだマシなだけで、まあ、これからね、どんどんね、列伸びてきます。けどさ、ここの31アイスクリームで、ちょっと俺が悲しいと思うのがさ、ここにですね、ミニオンハチミツアイスっていうアイスが出てたんですよ。で、それね、ほんまミニオン関係なしにめっちゃうまかったね。それがなくなってたらやっぱちょっと悲しいね、再開しないかな。で今日のね、まあ、ミニオンパークの様子なんですけども、まあここに関してはですね、やっぱいつも通りにめっちゃ賑わってるよね。でミニオン初めてライドもですね、待ち時間長いんですけども、やっぱこれさ、ターゲットがファミリーエースだからかな、結構夜とかですね、すぐ傾向があるんですよ。で今日のですね、このデリシャスミーの様子なんですけども、いやこれに関してもさ、やっぱひんやりフードが売ってる影響か、めっちゃ列できてるわ。いやこれあったら大体買うために20分ぐらいかける可能性あんだ。夏場はやっぱここはめっちゃ人気やな。でミニオンマーハチャメチャカレーが売ってるミニオンハッピーキッチンも、いやここも結構列並んでるな。大体買うためにもう10分以上かかるんちゃうかな。いやここもねずっと人気で、今日のねサンフランシスコエリアの様子なんですけども、まあここはですね、ミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道であるから、やっぱりね人通りが多いですね。でハピネスカフェに関してもですね、朝の時間帯から中まで列できてるわ。でここのハピネスカフェですね、このパークで唯一ドリンクバーが飲み放題なんですよね。その影響で夏場はですね、まあ一人のゲストの、まあ、滞在時間が長い影響でね、待ち時間伸びることが多いんですよ。でその向かい側のドラゴンズパールに関してはですね、これね前の休日来た時ね、もうね外まで待ち列ができるってね異常事態が起きてたんですけども、まあ今日はですね、まあ、この時間ってやったらすぐにね商品買えるわ。いやでも最近さ、夏ってみんなレストランに、ね、使うゲストがめっちゃ多いですよね。その影響でレストラン満席になっていったら、普段は空いてるこのドラゴンズパールも混むっていう現象起きてんのかな。いやすごいね、もう豆ちゃんレストラン勝手に開いたら儲けれんちゃうかなこれ、うん。で3時の海賊レストランですね、全てソールドアウトです。さすがやな。でジュラシックパークエリアの様子なんですけど もう最近ね暑くなってきた影響でダイナソーの待ち時間さ短かった傾向だったんですけども、今日は待ち時間長いわ、うん。いやこれさ、去年の夏とかねこのぐらいの時期からね大型絶叫系ね空いてたんですよ。いや今年やっぱもう海外ゲストも増えてるからちょっと混雑と違うかな。でジュラシックパークエリアにあるスモークチキンカートなんですけども、まあ、ここはですね比較的に短い待ち時間で買うことできるわ。でさ今日来たらジュラパルライドの試運転してるわ。いやこれガチでさ再開もすぐちゃう。今の時点でここまで進んでんやろ、あとちょいやろ。でワンピースの宴レストランやけど、まあここに関してはですね、もう土日はこの時間帯で外までびっしり列が並んでるけど、まあ今日はですねすぐにね買うことできるわ。やっぱ平日と土日の混雑がすごいなここ。で3時のポークリブとジョロって言っちゃった、ゾロのチュレスが売ってるカードだけどさ、いやーここもね列が並んでるわ。だいたいもう10分ぐらいかかんちゃうかな。で今日のですねウォーターワールド前の様子なんですけども、ここはやっぱウォーターワールドもそうやけどさ、やっぱニンテンドーワールドの入り口があるから常に渋滞起きてるわ。で今日のねスーパーニンテンドーワールドのエリア入場制限情報をねお伝えするんですけども、まあ、さっきも言ったけどさ、もうスーパーニンテンドーワールドね、僕がねユニバに入った瞬間からですね、もうね夕方のね整理券なんですよ。
だから今日ね、任天堂ワールドの要請ね、お届けすることはできないです。ほんまにね、すいません。ということでね、まあ、今日はですね、なんとね、8時頃にはですね、もうね、エリア入場整理券になってたらしくて、今の時間帯で、もうね、この時間帯ですし、で基本的にですね、やっぱ夏休みシーズンはですね、もう最近ずっとやけどさ、毎日ね、エリア入場制限かかって整理券配布になってるんですよ。で、それだけじゃなくて、整理券配布終了になることもね、多くなってるんですよね。だからこれからですね、まあ、夏休みに行く方ですね、パーク入ってから常にですね、ユニバの公式アプリとにらめっこして整理券ね、取ってください。マジですぐなくなります。で、今日のね、スーパーニンテンドーワールドのアトラクションの待ち時間なんですけども、まずはマリオカートの待ち時間がこんな感じです。で、マリオカートに関したらですね、まあ、いつも通りね、もう100分ぐらいの待ち時間になってるよね。で、ヨッシーアドベンチャーもこんな感じです。いやー、ヨッシーアドベンチャーもごっつ人気やわ。いやー、すごいな、どっちのアトラクションも。でね、おそらくね、まあ、キノピオカ編もですね、もうね、3、4時間後のね、入店整理券になってると思うんですよ。いや、マジ、ここのエリアだけは別世界。マジ人気半端なすぎるやろ。で、今日のね、ロングソーセージパイのカートなんですけども、いや、これもね、5分ぐらいはかかりそうやな。それ以上かかるかも。で、ここのね、ジュラパイエリアの入り口前のね、スモークチキンのカートもですね、今日はまた混雑マシやわ。ポンポンも大体5分10分ぐらいで買えるね。で、今日はですね、サメの餌食が売ってるけど、ここもね、列できてるから、大体まあ5分ぐらいで買えるかな。やっぱ夏場はフードカート関連が全体的にまだ混雑増しって感じがするわ。まあ、その代わりレストランがえぐいことなんだけどな、ほんまに。で、今日のですね、こちらのアミティビレッジの様子なんですけども、いやー、ここのアミティに関してもでさ、人気エリアの間にあるエリアからさ、めっちゃ賑わってるわ。いや、それこそさ、アミティランディングレストランもね、まあ、ギリ外まで待ちですけども、いや、これやったらもう20分ぐらいかかるかもな。あ、けどここのボードスナックに関したら、この道路沿いぐらいまで列並んでるわ。これ道路沿いぐらいまで並んでたら、だいたいね、10分ぐらいはかかっちゃうんですよね。それ以上かかる可能性もあるけど、うん、めっちゃ人気ここも。あ、わかった、今日さ、カウンターが少ないわ。うん、だから列並んでるんやわ。で、今日もね、やってきましたよ、魔法界。じゃあ歌いますか。ドゥドゥドゥ豆豆ポーター真夏でも歌うよ。で、今日のね、魔法界の様子やけどさ、ここに関してもね、相変わらずめっちゃ賑わってるわ。いやー、おそらくこれね、マリオの世界と同じぐらいの賑わいやで。うん、めっちゃ人気やな、ほんまに。相変わらずの混雑って感じがするわ。しかもさ、やっぱり10周年イベントが始まってからかな、やっぱ人混みがどっと増えたような感じがする。うん、やっぱ普段よりかはやっぱ活気で湧いてるわね。普段も活気で湧いてるけどさ、普段よりかはやっぱ活気で湧いてるわ、今日は。うん、いやで、アトラクションの待ち時間もね、比較的長い待ち時間になってるよね。うん、で、これ見て、何の列かかる？これ、ハリー・ポッター・ホービズン・ジャーニーの待ち列。やばくない？え？これさ、オリバンダーの店のとこまで列伸びてるで。えぐっ、ね、ハリー・ポッター・ジャーニーはめっちゃ並んでるけど、キャッスル・ウォーカー20分待っちゃって。すぐ行けるわ。で、まあ、キャッスル・ウォーカーね、なんか、今年1回なんかジャーニー運休した時に俺行ったよね。それぶりやわ。めっちゃ楽しみ。うわぁ、久々のキャッスルウォーク。いいね、雰囲気最高。うわぁ、めっちゃいい。いや、めっちゃ涼しいし、夏に最高や。ちょっと休憩挟む時にここ来るのありやな。うん。で、またね、キャッスルウォークのね、その、ね、詳しい動画ね、ほんまにね、ちっちゃい詳しくね、する動画にちょっと上げようかなと思ってるんでね、待ってください。ちょ、いつなるかわかんないですけど、待ってください。とりあえず、あと普段さ、このハリーポッターホービズンジャーニーが運休になってる時にね、このホグワーツキャッスルウォークやってるけどさ、ジャーニーやってる時にキャッスルウォークするのはほんま久々やわ。いやー、ホグワーツキャッスルウォーク行ってきたけど、鬼涼しかった。いや、まあもちろんね、あの装飾もすごいけどさ、あの涼しいことに感動した俺ちょっと。いや、このめっちゃ暑い日はここでちょっと
ね、休憩するのもありやな、まあ、休憩っていうか、まあ、涼しい場所を、ね、歩きながら飲んでもありやな。で今日のねクリッチは、グリフィンドールとレイブンクローのチュリトスやな。でここのね、まあ、4両のチュリトスが売ってるマジックニープカートなんだけどさあ、ここもすごい待ち列やわ。これ買うためだけにも15分ぐらいかかるんちゃうかな。バタービールのカートもねすごい待ち列やわ。これ3本のほうき近くまで並んでんで、いやこれも大体買うためだけにも 2,30 分かかるかもな。あと3本のほうきもさ混雑爆発してるわこれも1時間以上かかるで、すげえ。ハリーポッターがね10周年のイベント始まってからかな、ここのエリア爆ゴミになってるわうわすごいね、やっぱハリーポッターパワーすごいな。北京もすごかったけど日本もやっぱすごいわ、ハリーポッター人気で。今日のねワンダーランドの様子なんですけども、まあここもね今日も京都でファミリー層が多いからめちゃくちゃ賑わってるわいやすっごい混んでるな。でそれこそさ、このスヌーピーバックロトカフェっていうレストランもですねめっちゃ列できてるわ。これもだいぶ20分ぐらいかかるな。しかもこれ席もうほぼ満席ちゃう。でアンガスミートパイの街列もね、いやもうこれ言うて5分ぐらいで帰るね。でセントラルパーク付近の様子なんですけども、いやーまあここに関してもねやっぱいつも通りにいろんなエリアにつながる道であるからめさくさにぎやってるわ。でそれこそさパークサイドグリルに関しては、まあ、今入店整理券配中で今から大体1時間後でね入店整理券ですわ。これめっちゃ人気で、今回ね信号ツアー前でとある変化があるんですよね。それがライトグルーミニオン長編集のねこのフォトスポットがね登場しました。ちょっと詰まりかけたけど、これメロンパンみたいなミニオンめっちゃ好きなのね。どんな活躍するのかな。で今日のですねハリ取り前の様子なんですけども、いやーここのハリ取り前のね様子も賑わってるし、なんかハリ取りバックドロップもですね例年やったらねもうこの時期ぐらいからね待ち時間少なくなるけどさ、普通にまだ長い方やもんね、まあ、春とかに帰れたら、まあ、短いな短いけど、でマリオカフェ&ストアに関してもね今日も仲間で列できてるわ。これも大体ね15分20分くらいかかるちゃうかな。でポケモンのフードカートに関したら、いやこれに関したらすぐに買えるで。ポケモンでこんなすぐ買えんの。はい、じゃあ今日はですね、まあ、ハリーポッター10周年イベントが始まった後のねパークの様子見てくださいやっぱハリポタエリアめっちゃ賑わってたいやバタービールもすごかったしさ、あのハリーポッターフォービドンジャーニーの街列が一番びっくりしたなでねまたね明日からね鬼滅の刃が始まるんですよね。でまた鬼滅が始まったら始まったでまた今月変わると思うんですよ。でまたね鬼滅が始まった後のねパークの様子もねお付けしようかなと思ってるんで、でね待ってください。以上永遠に心は魔法のまみちゃんでしたいやこのサメ人間の衣装で言うことちゃうな。はい、じゃあこれからもね、いろんなね、楽しい動画をお届けするんでね、チャンネル登録、グッドボタン、そして通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーイ。